ウエスタンリバー鉄道にようこそ。これから皆さんを神秘的な熱帯のジャングル、そして開拓時代のアメリカ西部を巡る素晴らしい旅にご案内します。安全のため旅の間は立ち上がったり手や足を外に出したりしないよう十分気をつけてくださいね。それからおタバコはご遠慮ください。煙を吐くのは機関車の役目です。さて皆さんは今熱帯のジャングルの周りを走っています。ここには実にたくさんの野生動物が住んでいるんです。木の間をよく見てみるとトラ、カバ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも列車の外には手を出さないように。ジャングルではいつだって食事の時間だからね。そういえば出発する前駅で機関車に水を補給していたんですが気がつきましたか？あれはねこのウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからなんです。列車は全部で4台あってそれぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ。今皆さんが乗っているのはミズーリ号です。さて皆さんこのウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは遥か時間を遡りアメリカの西部開拓時代へと入っていきます。右手にある小さい駅はステルウォータージャンクションといいます。開拓者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですがここには美しい自然とそれから何より一攫千金のチャンスがあります。お、川の向こう小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいましたね。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。おや、インディアンの部族がキャンプをしてますよ。ほらほらほら、子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきています。インディアンの言葉で我々は仲間だということをミタクエオアシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエオアシン。彼らの家はティーピーといってバッファローの群れを追って移動しやすいように簡単に持ち運びができるようになっています。バッファローの肉や皮は料理や服やテントの材料になるんですよ。それから若い連中はよく鹿を狩りに行っているんですが、こういう動物たちがこの部族の生活を支えているんですね。この線路に沿って流れている川はアメリカ川といいます。そしてほらその向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した冒険の島です。
小さい動物。あいつはプレーリードッグといって西部ではあちこちで見かけるんですよ。どんなにタフな開拓者だってあの小さくて可愛い動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。方に滝が流れている山が見えますか。あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリンターカントリーには森の小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって暖かく迎えてくれます。見てください、にぎやかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って生活に必要なものを買ったり食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。皆さん、この辺で一番大きな近郊ビッグサンダーマウンテンに近づいてきました。ここでは金が見つかってからなぜか奇妙な事故が次々と起こるようになってね、今ではよっぽど勇気のある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それからあれです、恐竜の骨が見えますよね。あの骨はまだこの山がゴールドラッシュで賑わっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。実はこの山の周りでは他にもいろいろな種類の恐竜の骨が見つかっているんです。つまり人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。それではこれからさらに時間を遡って皆さんをある特別なところにご案内することにしましょう。息を潜めてどうぞお静かに。それからフラッシュ撮影はいけませんよ。恐竜を怒らせたら大変です。
皆さんどうでした？無事に元の世界に戻ってきました。今見たものは他の人には内緒ですよ。さあもうすぐウエスタンリバー鉄道駅です。列車が完全に止まるまで座ったままで待っていてください。降りるときは忘れ物がないか確かめてから足元に十分気をつけて右側に降りてくださいね。本日はウエスタンリバー鉄道をご利用いただきありがとうございました。また遊びに来てくださいね。